何何なんだってあの18人殺しの事件に別の真犯人がいただとああしかもその真犯人っていうのは上野清和会の桂木だったんだじゃああの冴島康子のお兄さんは無実だったってのかまあ実際に襲撃したのは無事実だから無実ってことはないだろうがそれでも殺人と殺人未遂じゃ大違いまあそれはそうな、まあ、それはまあ無実ではないどういうことでも んぶっ放しだたけどね十。それで君のお父さんを殺したらもうその桂木って男だったのかいなんで殺しちいおの言の誰だっだだ名前今見忘れたいやそこまでは聞けなかったんでああ被災被災ねそうか何そうかってでもね谷村君本当に心配したんだよいいやつなんか こいつ、お前、いいやつなんかなんか、最近、急に裏切るからな、みんな、このゲーム。ほんまにいいやつなんか。一家の杉内くんから、君が上野清和会と接触しようとしてるって連絡があってね。大うとになる前に止めなきゃと思ってずっと探したんだから。あ,あ、そうだったんですね。だからこの店にいたんだ。君ね、今の上野清和会が、どんな危険な存在かは、わからないわけじゃないでしょ。う まあなんとなく。本当ほんとに心配してくれてるっぽいな、なんか。だかまあ、そのカツラギって男なら、マ、ま、ー、あ、ちゃんの親父さんを殺した真犯人について何かしてそうだ。大きく前進したな。ああ、そりゃそうなんだが。せっかくの手がかりだったってのに、動かない顔だな。どうしたんだそのカツラが言ってたことが気になるんだ。ん,ん一体何て言ってたんだって何て言ってたっけお、なんだ豚の顔が。 25年前警察は18人を殺した真犯人が西島大河ではなくカツラゲだと知っていたにもかかわらずその事実をもみ消したらしい何何被災お前かええお前だとしたら今の子わざとらしいぞえって言ってるからち長何か知りませんか いやあ、私はほら、一家じゃないし、25年前なんて言ったら、平もいいとこだったから、久井お前か。あ、そうですよね。ふーってなってな、ね、い今。ふーってなってな、ね、いつまり、警察がカツラギをか,ぶかばったってことか、一体何でもと飲んでだろうね、確かに。さあ、だが、そんなスキャンダル、公にするわけにはいかなかっただろうな。そりゃそうね。うん。 もしかしたら、なんか、知ってるもしかしたら、本庁に行けば何かわかるかもしれない。本庁にどういうことですか本庁の地下3階にある13号資料、あ、これ、ね、あ、これ知ってる。通称、開かずの伊達さんよく行ってたところだ、これ。よくかどうか知らないけど。開かずの間、ま<ー>そこ、伊達さん出てきてないな、まだ。そう。そして別名、気象時の間。 過去に起こった警察の不祥事の資料は全てそこに保管されている。もう捨ててしまえよ。<laughs> あかんのか、それ。以上、取っとかなあかんのかな。え噂なんだけどね。なるほど。そこに行けば、何かわかるかもしれないってことですかうん。まあ、そうなんだけど、でも単なる噂話かもしれないし、でも縛られる、でも調べる価値はある決まりだな。ちょっと、谷村くん。 よく考えてよ。この13号使料室っていうのは本庁なんだよ。君のような所轄の一巡査がおいそれと入れるようなとこじゃないんだって。うん。初めから許可もらって調べようなんて思ってませんよ。敵は殺人事件をもみ消すような相手なんだ。入室許可なんて出したら許可されるわけないに決まってる。まー、あ、ちゃん。谷村くん。早速ですが行きましょう。 課長 <laughs> 巻き込んでやるな課長もうあと10年で定年だーみたいないやもうもう払い終わってねえとか娘があの大学卒業するんだよみたいなことじゃないのいや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 もうちょっとあとちょっとまで定年までちょっとなんですか <laughs> 巻き込まないでみたいなえっえっ僕 <laughs> そうなるよそうですよ 俺本町なんか昔一度か二度行ったことがあるくらいだし途中13しろっつってのもどこにあるかわかりません課長なら場所くらいわかるんじゃないですかいやまあそうだけどさあ行きますよ課長そんなまなざしで見られたら行くしかないやろそんなまっすぐな目でそんなまっすぐな目で前見られたらじゃあ行こうかタクシーでいいよね こ行くぞ課長行くぞーいいですよ行きましょうああタクシーで味払い頼むよ申請出したら本庁に行ったらバレちゃうから課長課長って割り勘だろ <laughs> 初乗り710円になりますどちらまで行かれますか言うて別に都内だから本庁まで あ決まりました言うてそんなちょっおいこれねえぞ俺200円しかねえここまで追い詰められたことあるから理由がごとくで200円だぞ正直んこの辺はれた。 なんか当たりとこあんなかもしれん。はだ。<お>黄色いバインダーはなんかはれっぽいな。外れだ。これか。あ黄色いバインダーだ。外れだ。 色じゃない青色上野義晴襲撃事件1事件の概要本件は1985年昭和60年に発生した殺人事件である1985年4月21日正午過ぎ東京都杉並区のラーメン店において1人の男が6丁の短銃を持って乱入短銃でいいんだよなこれ 店内にいた上野清和会総長上野義治を含む20人を襲撃した事件である暗行を行ったのは東乗会構成員佐島大我当時20歳若い。当日は上野義治が2年間の刑期を終えた出所日であり同組同組織の幹部複数名など 重要人物が集まっていたうめっちゃ一人カメラ目線のやつ怖ない机の上テーブルの上のやつめっちゃ見てるやんんな <laughs> これホラー映画でこれ使われたとしても俺は怖いと感じるけどねこれ,これまあその場所によるけどさもうゲームやからなんかそのあれかなと思うけどこれなんかオンとかで使われたら怖く感じるよね この情報が正しくないということは、葛城から聞いた。実際に最島は殺していない。犯人は葛城だという。2、捜査等の経過。何か分か誰警視庁は、同日、特別捜査班を結成、刑事部捜査第1課から、担当刑事として、谷村大義。 大義でいいのかこれはお父さんだな、多分杉内順次を任命。捜査を開始した。親父と杉内、杉内だってちょ、これが裏切ったみたいな感じ父さんと杉内さんが一緒に捜査をもうそんな話は聞いたことがない。なぜだどういうことだ 分かったの、ね、ええいろいろわかりましたよ、うん、勘のいいガキは嫌いだよとか言う<笑><笑>ないや大丈夫だよねじゃあ帰りましょうええもう手掛かりは使いましたもうここに用はありません大丈夫か被災は大丈夫なんか課長は信じていいのか 課長、ではこれこれはまだいろいろ探っていますそうじゃあ僕は署に帰るねいいかい無茶だけはしないようにねきっとお父さんもそう願ってるよねえそれじゃ課長いいやつなんだな信条も課長のことは一度考えをまとめたい故郷に戻ろう故郷もね立ち上がりねおお おかえり、どうだったああ、上野義晴襲撃事件、その捜索資料を見つけた。えな、何が書いてあったんだ一つだけ俺が知らなかった情報が書かれていた。事件の担当刑事。俺の親父と並んで、杉内人事の名前があった。杉内って、おばあちゃんの上司の。そうだ。杉内さんは、あ、とは、な、ん、なんと,となく会話、ん 杉ぎさんとは何度となく会話をしている。だが、親父と一緒に捜査をしていたなんて聞いたことがない。俺が親父の死の真相を知ろうと必死だったのを知っているはずなのにだ。隠してる。よかれと思って隠してるパターンもある。あんまり首を突っ込むなよみたいな。俺はね、長さん。親父を殺した人間が警察内部にいるんじゃないかと思うんだ。俺もなんかそんな感じの雰囲気があるよね。警察が握りつぶすってことは。 もも、っとこれは昨日あったカツザギととか言ってたことでもあるんだけどなそうか警察がいてか大変なことになったなまあ今日は疲れたろまず休んだほうがいいそうだな休ませてもらうよまあそうしろおいメイファマーちゃんに布団用意しなメイファちゃん